パリ五輪の卓球は、8日に行われた女子団体の準決勝で、日本はドイツを3対1で下して決勝進出を決め、銀メダル以上を確定させた。1月1日から第3試合のシングルスで平野美宇、木下グループ、第4試合で張本美羽、銅、が連勝した。決勝で中国と対戦する。ドイツ戦の第2試合、日本女子は長本が敗れ、今大会で初めて試合を落とした。 流れが相手に傾きかねない中、第3試合に登場した平野が完勝で再びチームに勢いを取り戻した。左右に打ち分ける鋭い打球で相手を寄せ付けず、得点を重ねる。2ゲームを練習し、第3ゲームも57から得点を重ねて逆転し、主導権を渡さないまま一気にストレート勝ちを収めた。初出場で銀メダルを獲得した前回東京五輪の団体戦は楽しく、 忘れられない体験になった。その背景には、すでに2016年リオデジャネイロ五輪などで出場経験のあったチームメイトの石川佳純や伊藤美誠に、背負うものを全部、背負ってもらっていたことがあったという。今大会の団体戦メンバーでは、早田ひな、日本生命、茂長本も初出場。私が唯一の2回目なので、自分が何とかという気持ちがあるとの思いを、 この日のプレーと結果で見事に示した。前回の経験から今大会に向けた調整にも手応えがある。シングルス、団体戦で自分のプレーがすごく崩れたということが一試合もない。決勝戦も自信を持って戦える。団体戦が導入された8年北京五輪以降、金メダルを独占してきた王国、中国に全力をぶつける。杉野健太郎。